君の姿を見るたびに時々が止まらない。あ、僕500円しか買っ無理です、無理です。はい、ということで次のレースも分かりません。ただまあ一つ僕気づいたことがとか分かったことは、棒の市宮選手なんか知らんけどむちゃくちゃ5コース校舎なんですよ。あ、そう、むちゃくちゃ5コースの成績いいんですよ。なんで競馬とか競輪とかそういう系の買い方なんですけど、1号全マルチっていう分かります1号全はいはい、1号全1号51全1号全1号1号1と5が1、2、3着どっかに入ったら当たりです。全部かこれで24点とジャックポットチャンス1352000円。まあジャックポットって呼ぶのもないですけどって感じです。あ、私もジャックポット勝った。はい、どうぞ。それで言ったらジャックポットから言おう。ジャックポットから言うんですか。分かった。あ、じゃあ本線から言うんですか。本線は何これ、え、312です。うまない、13の12の24、324とかもあってくるんですか。そうです、はいはい、324もあるけど、まあ本ちゃんは3124です。あと312とか314とかが大好きで買ってみました。そうなんですね。そう、あ、213とかも好きです。で、ジャックポットが321 500円。おで、ジャックポットがまたじゃあ4。それジャックポットっすね、結構。あ、そう、多分ですけど、うん、これはじゃあジャックポットかな。ジャックポットいっぱいです。はい頑張ります、頑張ります。レッツゴースタート。ちょっと映像変わるかもしれないです。スタート。こういった、あ、こういった、いけ、あっ、かわいい、いいスタート。まあ悪くはないですけど、うん、スタート、入ったよし、完璧、うっそー、 OK、 うっそー、だけど、だけど1ゴールじゃないとか、チミヤさんマジでまぐれたし、うまい、チミヤさんマジでまぐれたし、ただ200円しかないんすよね。でも1号4円って熱いな。 OK、マンションやろこれ。オッケー、マンションある、マンションある、マンションっていうか、1買ってんの、1号よ、マンションある、行こう、今1号っす。いや、1号なんか誰も買ってないっすよ、僕以外。オッケー、ナイスだ、熱くいっときだ、熱いですね。オッケー、オッケー、ナイス、すごい、マンションではあるね、マンションではある、買ってる、すごい、オッケー、ナイスナイス、これはナイス、4やね、オッケー、素晴らしい、すごい、4、オッケー、ナイス、イエーイ、当たってない、私まだオッズは見てないですけど多分100倍ちょいやと思ってます。まだ1551これやな、3万超えたら嬉しい。カメラの容量がいっぱいになったんで、はい、今から携帯も、はい、カメラがちょっと音声が、ね、聞こえにくいかもしれないですけど声張っていきましょう、はいはい、さっきもご機嫌なんで僕次も今満州満州満州と来てるんで満州でやってます。音声はあの要は1号店道端だったんですけどなんかどうも良さそうに見えないんですよ、展示見ても、まあ、モーター装置もそうですし、で多分全部マンションなんですけど、ニアタマ直まくり展開で買いました。まあ三島さん刺され率ゼロ、まくられ率高め、2の人も刺しよりまくりで買ってるタイプなんで、もう2の1346、1346全部マンションです。あと大体と川北さんのまくり3の16の1246と
逃げた時はもうまくり切れてないということで1、2で36、2000円です。合計1万6000円です。1万6000円、結構いった？びっくりしました。結構いった、はい、お金入れても足りなかった。1万私は、本当はこれが本店。2、3の5、6、はいはい、1、2、3の5、6、素晴らしい。当たります。当たります。これはちょっと風致の真似をした、うちの前の人は2134、これ当たります。これ10万オーバー、10万円ね、はい、100倍やったよね。全部100倍あります。1000円ね、1さんでも140、50倍あったんで。 Let's go、 取りづらいわスマホ。2の時間、三島さん間違ってスタート遅れろ。ないな、2ですわ。これは間違ってない、これは2です。間違ってないけど、6のいいよ。いや、これは2です。ぼちぼち。さっきの1号で来てほしい。
ごかったんですか結局。それは。はい。いいよ。そろったね。そろったら大丈夫でしょう。ノンが出てるな。これ刺さる。やっぱ刺さらんな。やったよやった。やったっけ刺さんじゃないこれ。いやー、4おるわ、しっかり。さっきと一緒、やっぱり、なんで私は学ばへん。うわマジでこれ、待って、俺一応下がってるわ。俺一応下がってる。俺一応下がってるわ。ちょっと待って、一応3やったら勝ってる。河合さんが出さないで。いや、河合さん本当やし、いいや、俺。俺一応下がってます。231しか買ってないっすわ。134だった。負けてるわ。今日もいつも通り負けてます。どうもどうも。あ、でも27倍。あ、減ってる。ちょっとイラッてするくらい。大丈夫大丈夫。さあ、はい、ついに12レースです。僕はいつも通り負けてますわ。で、まあ一応松田龍馬選手はもう今節めちゃくちゃ調子いいんですよね。でもなんか展示見てる感じ全然パタ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 してたんですよ。もっといい人おるやろって。僕もで、福来選手はもうほぼほぼ逃げると思ってるんですよ。で、まあ一応236を入れた理由は間違いなくもう満州取らせてもらった一宮さん、はい、まあ、全部10倍、15倍以上ついてるかなっていう感じなんで、別にまくれるってわけではないです。もう残金が足りないです。目標の負けをまくろうと思ったらこれでまくります。もう松田龍馬選手伸びてはいたんで、4-16のまくり切っての、まあ、ついてくるのは5じゃなくて、まあ、一宮さん6かなっていうので4-16、まあ、4-16意外と安いんですけど、これはまくれます。満州とかもあるんでって感じです。最後取り返すにはちょっと残金が足りなかったです。162とかやったら取り返せますけど、はい、私はめっちゃ守りました。あー、346めっちゃ似てますね。2人でめっちゃちょっと離れ、椅子1個離れたら先でずっと無言で考えて似てた。レッツゴー。松田達馬の戦、しかも龍馬じゃなくて達馬って予選トップ通過。そうなの。4-16-16でいっか。ほら。まあまあ攻めてるね。歩きのはもう勝ち確定でしょ。勝ち確定でしょ。その外れても。あ、そう。まくりまではないか。持ってきて、逃げる。じゃあ逃げる。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 なんで
追い抜かしてたらもう当たってますから。僕はもういいんですよ。競艇 YouTuber 三大亡霊場の一人としっかりと勝ちをもぎ取ったということで。いやでも2回だけ勝ちました。でもお兄ちゃんは仕事が忙しくて今日は来れませんでした。まあ地味な2人やったけど、まあまた次も頑張ります。いいですか。はい、いいです。お疲れ様でした。オートレース強化合宿 in ピクニー。はい、言うてた。お、一個じゃない。ま、なんとミハも知らんかったやつ。これはまさかのめっちゃ持ってる。運転がすごいな。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。はいはい、まあ次回はねミリオンボーイの2人とミクニに行ってきて、まあ海で遊んでたのが大半の動画になるかもしれないですけど、まあちゃんとボートレスミクニさんも行ってるんで、よかったら次も楽しみにしててください。そして、今回出演していただいたお姉ちゃんありがとうございました。また来てもらいます。ということで、もうコメント欄があまりにもお姉ちゃん人気にあふれていたので、ワンフォール誰推しかアンケートっていうのを取ったんですけど、まあ、投票してくださった方を1200票ですかね、現時点で、いらっしゃって、はい、まあお姉ちゃん1位になるんやろうなと思ってたんですけど、まあ1位は 39% お姉ちゃんと。 39% 約 40% なんで、1200票の 40% なんで、まあ何票、500票くらい入ってるんですかね。そして2位がシュンと、1年くらい出てないシュンが 38% で、フーチが 14% と、ちょっと低ない。俺もうちょっと高くてもいいんちゃうかなと思ったんですけど、まあ1年くらいかな、もうになるんですかね、出てない旬が、まあ、しっかりとまだみんなの記憶に残ってるというのは非常にありがたいことで、まあもう必ず旬は帰ってくるので、旬ファンの皆さん、ぜひそれまで気長に待っとってください。もうちょっとかかるかもしれないですけどね。そしてまさか 3% と、お兄ちゃん 7% と、うん、まあ3人で弟と姉貴の戦いを眺めてるという感じになりました。はい、まあありがとうございました。でチャンネル登録高評価よろしくお願いします。